どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日も3分間ガズレレリズムトレーニングプログラム始めていきます。今回の取り上げるリズムはシャッフルのリズムに特化した8ビートのチャットアルペジオと16ビートのチャット16ビートのアルペジオをやっていきたいと思います。跳ねてるリズムチャッこの中でやるっていうのが今回のキーポイントですからね。テンポは100で、時間は3分。ちょっとこれ難しいですけど、跳ねていきますよ。ワン、ツー、C押さえて8ビートのチャから。ワン、ツー、スリー、フォー。気持ちがいいよ。体ごと跳ねてください。このメトロノームに合わせるようにいつも言ってます。ちょっと後ろにいるのがポイント F です。止めて G7。 じゃあ次はね、もう C でアルペジオいきます。跳ねたアルペジオいきますよ。1、2、3。はい、これが難しい。溜めて A7。 流れるようにダルンバーン Dm7。 はい、じゃあ次はでも16ビートのチャ跳ねたやつ C いきます。3、はい、気持ちがいい。タクツタクタクタク Am 跳ねたリズム。Dm カッティング入れられる人は入れてみて。次はもう跳ねてるリズムシャッフル16ビートでアルペジオ C でいきます。はい、これ難しい。 Am 跳ねてるんですよこれ。 Em7 力入れてるとこれ無理。右手はかなり柔らかく F、 G7、 C で終わります。イエーイ。これはシャッフルのリズムっていうのはですね、なかなかこう掴めそうで掴めない。で、自分では跳ねてるつもりでも、自分の演奏をちょっと客観的になんか撮ったりなんかしてみると、あんまり跳ねてないなってことになる。しっかり跳ねるときは跳ねるみたいにメリハリつけられるといいと思います。今回みたいにこういろいろね、あと45秒ぐらいでこう変わっていくっていうのでね、このシャッフルの感覚ずっとキープしたままですから。これはなかなかちょっと難しいですけど、この辺、ちょっとずつ毎日3分でもやってると、掴めてくると思います。はい。ガズレレこの3分リズムトレーニングプログラム、めちゃくちゃこれ有効ですからね。もうガズレレ大学ってもう皆さんこれでかなりのレベル上がってるんで、実証済みです。毎日どのリズムでもいいんで、3分だけやってみる。この積み重ねがすごいリズムのね、いいリズムを生み出せるようになりますからね、楽しみながらリズム練習していきましょう。概要欄にね、リズムプログラムの練習方法について詳しく書いてある URL 貼っとくんでね、いろんなリズム見ながらやっていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。ごきげんよう。さよなら。